なんか、はい、あれなんですよ。何ですか？ FM 宜野湾の忘年会が先週の土曜日にあったらしくて、Facebook とかに楽しそうななんか写真上げてて、土曜日といえば俺たちほらライブしてたじゃないですか。一人めっちゃライブしてましたね。バークラゲ那覇で。はい。あ、聞こえる。これどうなっているんだと。FM 宜野湾。こんなに頑張っている僕たちを呼ばず。ね。でも楽しかったんでいいんじゃないですか、ね、はい、大人ですね。一人土なりのロックオンミュージック。はい、というわけで、はい、ロックオンミュージックですけれども、はいはい、先週はあのお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どんなでしたか、クラゲは。あのね、とっても、あ、ジョジョですけれども、はい、初クラゲだったんですよ、僕は。あ、そうなのか。実は、うん、でも行ったらもうなんか居心地が良くてですね。ねえ、なんでしょうね、あのクラゲの。ねえ、うん、あかり先輩はまたあの結構頻繁に飲みにも行ったり、ライブ見に行ったり。そうですね。半分ホーム。あ、はい。居心地はいいですね。でもちょっと腕がもぎれそうで。ドラムで。はい。叩きすぎて。あ、続きすぎて。続きすぎて。続けすぎて。あ、曲をですね。はい。ありがとうございましたね。ちょっと新しい試みを一人つきなりバンドやったんですけど、はい、また二人は、はい、あの西島さんのバックでも。今日やってくると言われて、むちゃむちゃ、もう いといてよって言われて。ねえ、でもジョジョはもうなんどんなキーでも合わせれるからすごいんだと。ジョジョさんは大丈夫な人。見るからに。いや、あかり先輩も大丈夫でしょ、ね、見るからに。見るからに。どういうことですか。アドリブ聞く見た目。自分は聞かないから。見た目がアドリブ聞くってまた初めて言われました、ね、ちょっとメンタルが。でもなんかちゃんと西島さんがなんかクリックみたいにそのまま同じパターン叩き続けてればいいからって、ちゃんとあかり先輩はしっかり自分の仕事をやっていましたよ。二人ともさすがでした。楽しかったです。はい、二人土なりのロックオンミュージック。この番組は沖縄インディーズの音楽情報や県外からやってくる有名アーティストの音楽情報まで、音楽にまつわることは何でも配信していっちゃおうという音楽情報番組です。皆さんからのメッセージも待ってますよ。メールアドレスはこちら 797@fmginowan.com までお送りください。懸命に一人土なり宛てと添えて送ってくださいね、はい、また FM ギノワンでは、はい、Ustream で映像と音声をネット配信しています、うん、FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイキャスも生配信中、ツイッターも連動していますので、ツイートでのコメントも待っています。ありがとうございます。ありがとうございます。あの僕、うん、普段あの端っこの席に座ってるじゃないですか、放送して、はいはい、今初めてツイキャスの映像を見ながら喋ってるんですけど、うん、あかり先輩顔が紙でしたね、今。顔が紙でしたね。紙で顔が隠れてた。もう今パッて見てちょっとびっくりしました。しっかり読んでくれてましたね。メガネをかけてないから。はい、で、そう。で、あかり、ドラムのあかり先輩はまた日曜日はハラヘルズで、はい、あのグルーヴでエキゾチックなゴズとね、対談だったんでしょ、はい、麦ちゃんと。めっちゃ楽しかったです、あれ。ね、はい。民謡の方もいらしたんだよね。あ、八重山民謡の三味線持って歌う人で、うん、もうプロみたいな声が本物でした。うん、面白い4組でした。あの、そう、先週だからナゴズがコメントを、ね、うん、はいはい、ラジオに出してくれて、うん、でライブだったんですけど、どんなだったのかなと思って。ナゴズさんどうでしたか。ナゴズさんはめっちゃかっこよかったですね。なんか3人の、うん、なんだ、空気感が、うん、すごい
エキゾチックナゴズね、この3人はもうスカイメッツの頃からずっと仲良しでやってる3人だからね、うん、ドラムのあーちゃんと、うん、トランペット吹いてたリーナが今キーボードやって、うん、でコズベースと、うん、コズは今あれでね、ネーネーズのバックとかでも弾いたり、はい、いろんなところでやってますね。引っ張りだこですね。そうだよ、うん、ジョジョかコーズかサポート。いや僕はまあ全然ですからね。本当だよ、タコだよタコ。タコ悪口みたいになってますけどね。タコみたいですね。はいはい、で今日の1曲目なんですけど、はい、その土曜日日曜日月曜日まで行ったんでしたっけね、西島守さんの、はいはい、まあ、バンドバージョンザ・シックス・ブリッツの曲をちょっとぜひ皆さんに聴いてもらいたいなと思って、はい、1曲目かけたいと思います。それでは聴いてください。ザ・シックス・ブリッツでバンド・オブ・ライト。希望の話をしよう、少し恥ずかしいくらいのやつがいいよ。瓦礫の城の王様が高らかに笑う。大人が諦めたものや子供が叶えられないものばかりで、世界が闇に沈む時ヘッドフォンから流れるメロディ。昔ラジオから流れ出してレコードの溝たどって、今は天使の海で泳いでる。いつか僕らが出会ったら同じ歌を歌えるように、音楽は続くよ。猫よけになった CD たちがキラキラと光る月明かり、世界の闇が生み出した怪物の狩りが始まって、昔ラジオから流れ出してレコードの溝たどって、今は天使の海で泳いでる。いつか僕らが出会ったら同じ歌を歌えるように、音楽は続くよ。バンドブライト、小さな光なのさ。お届けした曲は西島守さんのバンドザ・シックス・ブリッツでバンド・オブ・ライトでした。一人つなぎのロックオンミュージック。
人土なりのロックオンミュージック。今夜のゲストは絶倫ゾンビーズのお二人です。イエーイ、いらっしゃいませ。こんばんは。こんばんは。じゃあ自分の楽器のパートと自己紹介をお願いします。はい、あの絶倫ゾンビーズのベースボーカルやってますソンって言います。ソンくん、はい。絶倫ゾンビーズのドラムボーカルの、和幸です。和くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、本当はギターのメンバーも一人はい、木月さんって人が、はい、急によそよそしい。一応年上なんで。先輩なの？あ、だけど同級生です。あ、家族は同級生。自分は一個上なんですけど、うん、でももうみんながみんながっていうか孫が、うん、孫3つけるからもう自然と自然と同級生なのに孫つけちゃうって。たまに敬語で喋って、お互い敬語でたまに。バンド名絶倫ゾンビーズなのに。、はい、そんな感じなの？みんないい人の集まりです。自分で言っちゃうそれ。そう、あのラジオで聞いてる人は見れないんですけど、孫くん今日革ジャンを着てきてるんですよ、はい、うん、しかも背中には絶倫ゾンビーズのちゃんとプリントのが、うん、がっつり入ってますね、はい、これあのレーベルオーナーのゆうくんが、ゆうさんにあの昨日 T シャツ作りに行ったんですけど、うん、で革ジャンにもやってみるって言われて、うん、それでやってくれて、はい、すごいかっこいいよね、うん、かっこいい。で、あれなんて言うんですか、このトゲトゲ、あ、病、病っすね、スタッツ、はい、もういっぱいついてるの、これ自分でやったんでしょ？そうっすね、こう一応穴開けんのはのみ、のみ、のみ、のみじゃない、のみです、キリ、キリ、あ、キリだ、キリ、キリ使って開けて、それでなんか手で無理やりクックってつけて、はい、これ相当な数やってるけど全部手でやったの？全部手でやりました。あ、すごい可愛さとパンクがでなんか共存する。やりすぎても内出血したり、うん、爪の中に、はい、入って、うん、何が入ったの？あの 病のあの裏側の血まみれになりながら作った、はい、その革ジャンを今日は着て、はい、一丁らを着て、はい、来てくれたわけですよ。ありがとうございます。で、あの絶倫ゾンビーズ、うん、もうこの新しい音源、1枚目の音源出して、はい、どんぐらい経つの？と、はい、4ヶ月ですかね。4ヶ月、はい、で、俺びっくりしたのが、名護の蔦屋行った時に、はい、もう大展開してたわけ、はい、平置きでもう10、ね、5列6列ぐらいバッて並べて、上の方に視聴器展開もして、それあのなんか名護蔦屋の店員にバンドマンがいて、うん、その知り合いでやってくれてて、うん、はい、いやすごい、なんかめっちゃ売り出してたよ。あ、そうです。もう爆笑してから写真撮って。で店員さんもいて、これはどういうことですかって聞いて、そしたら私もよくわからないですみたいな。担当の人じゃなかったみたい で、うんうんうん、でこれ聞きましたってから、山田ですってから、絶対聞いて爆笑するからって。こんなにもう平成27年、うんうん、もう史上最高に音がもう破滅的ですよ。絶倫さん、一応本当はなんですけど、うん、あのちゃんとこういった CD にするつもりはなくて、うん、デモで出す予定だったんです、うん、であのジャケットをゆうさんにお願いしたんですけど、うん、したらじゃあもうせっかくだからレーベルで出してみないって言われて、すごい、はい、ゆうさんがこれデザインしてくれて、うん、でこのデザインを気に入ったから、うん、あ、そう、僕も聞いた、チャンネル6のゆうくんがこうね絵描いて、はい、なんか手書きで久しぶりに描いたもんで、うん、なんかすごい愛着湧いてきて、うん、でもなんかこ の CD に帯ってついてるじゃない、はい、この背表紙のところにね、はい、そこの裏面にちゃんとゆうくんからのメッセージがあって、はい、それ読むと別にね自分の絵が好きだからじゃないところでやっぱり絶倫ゾンビーズの音楽を世に解き放ちたいみたいなこと書いてたから、はい、あざす。いや本当にね、これそう、一人土なりもちょっと絡んでるんですよ、この作品。あ、そうですね、はい、マスタリングしてもらって、ね、はい、
最初ツイッターに孫くんがなんか音圧上げれませんかねみたいなのをボソってつぶやいてて、まあたまたま暇だったから時間あるし別にやるよって、そしたら孫くん来てくれて僕の職場まで、で持ってきてこれどねって撮ったのって言ったら練習スタジオで一発撮り、だからモノラルだよねあれね、なんですかね、なんすかね、はい、多分そうです普通のテープレコーダーみたいなね、一発だから、はい、で、まあ、聞いて、で孫くんがこれボーカルとか上がりますかねって、上がらない無理だよそこはちょっとねさすがになんとか EQ でちょっといろいろやってみるよってやって、で渡して、でそしたら、ね、気がついたらこんなことになって、はい、でさらに陽平くんもちょっとね、はい、マスタリングでまた音圧上げてくれたんですよ、はい、だなんかいろんな人たちの手を、そうですね、力借りて、ね、うん、はい、しかも CD の帯には植地敦史くんからの熱いメッセージも、ね、はい、もう一番褒めてくれるんで大好きです、植地敦史くん落ち込んだ時に敦史さんってこれいけ、はい、そうだね、はい、温かくね抱きしめてくれる、はい、そうで、ここまでちょっと話しといて絶倫ゾンビズの曲行きたいところなんですけれども、はい、今日はこの、まあ、ゲストコーナーの中で3曲かけれると、はいはい、で孫くんにじゃあ決めておいでねって持ってきた1曲目が、はい、なぜかクリープハイプ、もう、はい、じゃあなんかジャンル的になんかうるさいのが好きとか思われてそうなんですけど、うん、パンクとかね、はい、自分結構いろんなの聞いてて、うん、ラップも聞くし、うん、なんで俺はこういうのも聞くよみたいなアピールで、はい、いい、それ大事かわいいですね、うん、そうだよね、はい、で なんか聞くところによると今年去年一番聞いたんでしょこのアルバム、今年初めて買ったんですけど、うん、それでもやばいと思って、じゃあぜひぜひ皆さんに聞いてもらいましょう、曲紹介をじゃあ孫くんお願いします、はい、クリープハイプで命短し小遊生乙女、お届けしている曲はクリープハイプで命短し恋せよ乙女です、は
はい、ありがとうございます。孫くん、はい、そもそもこの絶倫ゾンビーズっていう名前はどっから来たんですか？あの最初前のバンド解散した時に、うん、あの話し合いして、うん、カズくんと、はい、うん、なんとかゾンビーってつけたいねってなって、うん、じゃあ何にしようかってなって、うん、で自分が好きなバンドがいるんですけど、うん、インランパブリックスってバンドがいて、うんうん、そのバンドのイベント名が絶倫フラストレーションなんですよ、うん、でなんか絶倫いいなと思って、うん、つけていいですかって言ったらいいよって言ったんです許可もちゃんと取ったのね、はいはい、であれなんでしょう、絶倫ってそもそも卑猥な言葉じゃないってこと、なんかそうですね、何でしたか、あなんか普通の人より優れてるのを本当は絶倫っていうらしいんですけど、うんうん、それがどんどん違う、卑猥なイメージがついてしまったと、はい、それがもう憤慨してるんでしょ、孫君的には。自分もつけるときは下ネタと思ってつけたんですけどなんでよ、はい、あのそもそもカズ君と孫君の関係性は1個年違うんでしょ、はい、1個上です。自分が1個上で、うん、カズさん先輩、はい、うん、中学校の、うん、あ中学校の頃はお互い知らんかったんですけど、うんうん、あ同じ中学出身なんですか、はい、そうですね、一応自分は他のバンドやってて、うん、でなんかライブ見たのかな、なんかで、ね、はい、昔ロックシアターっていうライブハウスで、あの、ね、ライブ出てんの見て、うん、でなんかドラム探してて、うん、何したっけ、なんかでなんかモバゲーかなんかモバゲーでなんか今時ですね、ドラム出会い方、ね、ドラムやってますみたいな言われてて掲示板みたいなのがあるのでで、うん、あすいませんドラム探してるんですけどって言ったから、うん、今度いついつ入るんで見に来ません、うん、見に来ませんかって言って、うん、そっからもう一緒にやってます。その声かけた時は先輩って知ってたの？一応あのプロフィール欄に1個上、うん、あ1個上なんだなと思っててそれから付き合いが始まったと。でなんかまさか同じ中の先輩と思わなくて、うん、そっから自分結構人見知りなんですけど、うん、そっからなんか同じ中っていうのがなんか強い、うん、なんかあるじゃないですか、うん、仲間意識みたいななんで喋れる、はい、家も近いし、ね、家も近いし歩いて5分もかからんぐらい近い2人あの曲作るときどうしてるの？ソンが作ってきて、うん、ベースで作ってくるの？ギター？そうです。ギターは弾けないんで、もうベースで、うん、ベースのフレーズか、はい、で、これになんかスタジオで、うん、あの合わせたりとか、うん、お家に持って帰って合わせるってことほとんどない、うん、もうすぐスタジオで現場で、はい、もうなんか叩いてくれみたいな。そうですね、はい、って弾いて何回か合わせてみたいな。アレンジとかはどんどんやっていくの？一応ある程度基盤はこんな感じでやりたいっていうのをやって、うん、それから例えばなんかこっちドラム変えていいみたいなとかで、うん、それで一応ドラムのことは大体もう任せてるんで、うん、はい、信頼関係があるってことだね、はい、うん、であと次はあれですよ、やっぱりこの核心となる歌詞、はい , 笑ったちゃんとあれなんですよ、うん、歌詞は下ネタじゃないんですよ、あれ下ネタじゃないのか下ネタのように見えて下ネタじゃないんですよちゃんと、はい、ちゃんとあのちょクリープワイプみたいな感じです絶対嘘っすこれね、まだ聞いたことない人はね、今とっても今もう早く聞きたいっていうこのどんななの一体これあの詩をカズさん的にはどのタイミングで知るの？あもう教えないです自分が歌うじゃないですか。耳コピーしてる、耳コピーというか耳コピーっていうか、うち社にコーラス入るときは教えるんですけど、うん、他のは教えない、なんか恥ずかしいじゃないですか、うん、知られたくない。その CD の歌詞カードでした多分見てる、ね、そうもう歌ってるの何歌ってるか分からない自分なんか分からないからあこんなこと歌ってるんだ。なんか本当あれなんですよ、もともとボーカルじゃなかったんですよ。絶倫ゾンビーズ組んだ時もボーカルじゃなくて、うんうん、去年10月からボーカルになったんですけど、うんうん、なんでなんかあんまりどんなに仲良くなっても、うん、仲良くなってもっていうか
なんか恥ずかしいじゃないですか、なんかスタジオで一緒に歌うの。いいね、青春だね、なんか甘酸っぱくなってきたね。なんかわざとわざとっていうか、ちょっと何言ってるか分からんように歌ったら、あ、一応何言ってるか分からんから、なんか変なこと歌ってないだろうなと思われるから、それが一番いいです。でもやっぱりこういう歌詞をコーラスしてっていう時は言わないといけないじゃない。はい、それは一応あの無難な歌詞無難な歌詞。あ、俺でもね、あれこの CD に入ってない曲で、はい、すごい歌詞を歌わしてる。あれはあれです、共同で歌詞考えましたあれは共同で考えたんで、はい、なんか恥ずかしさ恥ずかしさあんまりないです、ね、ラジオで言ったらダメですかこの歌詞は。あ、いいですよ、大丈夫です。あいつの性癖絶対言えない人には言えないのあれ、自分が歌うところは自分で考えてじゃああいつの性癖は孫くんが、そうですね、一応なんか下ネタにしようってなって何しようってなって下ネタじゃん。でこれほぼほぼカズさんですよねこの曲は多分あいつの性癖も多分カズさんが書いてるほぼそうそうなったどんなだったかな、俺も覚えてないかなと思いあ、じゃあこれは珍しいタイプなんだね、これは。はい、はい、そうですね、うん、しかもなんかこのカズさん結構変わってて、高校時代毎日腕立て伏せを700回やってます。毎日700回ってなんでなんですかね。もうやってる自分かっこいいとかと思ってた俺だからそ う結構なんか顔も優しいからちょっとぽっちゃりなのかなと思いきや、実はハルクなんでしょ、超人ハルク、ハルクってるんでしょ、胸胸板。もうあれですよね、ちょっと柔らかくなって。でも700回ってすごいよ、うん、700回どんぐらいの時間でやるのあかり先輩どうしたんですか大丈夫、つぼ、つぼってますね今ね700回だよ。もうそうっすね。あ、なんでなんでやったの。孫くんはいつ知ったのそれ。普通なんかちょくちょく話してたんですけど、普通のなんか日、はい、こんなだったよみたいな思い出話とかで、なんかだったかなと。あ、一応なんか、うん、そうなんだみたいな感じなんでよ受け入れられたんだカズさんのやることは俺全部受け入れられるとあのね、2人はなんかこの独特な感じ、はい、でもすごい激しめのも本当に好きじゃない孫くん。もう、はい、もう孫くんめちゃめちゃ酔っ払ってめちゃくちゃするでしょいや、そんなことない。救急車で運ばれたりとか。あれは俺が悪いんじゃなくて、あの一応自分が悪いんですけどなんか一応飲みすぎたんですよ。救急車で運ばれてないです。ああ、そうだ、ちゃんとあの迎えに来てって言って病院連れてって、カズ君救急車代わりに連れてってあげたの。なんか救急車までは乗りたくなかったんですよ。なんか最後かっこ悪いって意地でパンクだねあの時はもう多分、あ、もう CD 出せずにこのまま、うんあれなんだろうなと思ったんですけど、天に召されると思ったの。でもやっぱゾンビのように生き返ってきたわけですね。さすがですね。もうね、もうここまで来たらやっぱり絶倫ゾンビーズの、はい、こう曲を やはりこの皆さんに聞かせないと、はい、これ暴動起こりますので、はいはい、じゃあ曲紹介、じゃあ今度カズさんにやってもらいましょうかね。はい、よろしいですか。はい、はい、絶倫ゾンビーズで、絶倫ゾンビーズのテーマ。
お届けした曲は絶倫ゾンビーズで絶倫ゾンビーズのテーマでした。はい、うん、この曲でしょ。歌詞が歌詞カードと全然違うの。はい。なんで伏せたんですかこれ。伏せてはないんですけど、うん、同じことしか言ってないんで歌詞、本当の歌詞は、だからなんかせっかく歌詞カード作るんだったらなんかふざけたことしたいなと思ってパンク魂に、はい、結構この CD なんですけど、うん、結構間違い探し的な要素があるんでちゃんとね、はい、隅々まで見ないと、はい、嘘書いてるの、うん、嘘っていうかまずなんか、うん、ここがちょっと見たら背拍子ここアルバムタイトルが有能なゾンビと無能な絶倫なんですけど、うん、背拍子違うのこれ。これは無能なゾンビと有能な絶倫です。気づかなかった。これはあれなんです、ただのミス。ゆうくんやし、はい、いや面白いなと思ってびっくりした。実はこの絶倫ゾンビーズが実は間違ってたとかだと思って本当の名前は絶頂なんとかとか。面白い。ちょっとで今日来てもらったのはこの、まあ、CD の話もしたかったんですけど、あれですよ、はい、今度ハラヘルズと、はい、ね、そうなんです、ラーメン丸さんハラヘルズと、はい、ツーマンですね、沖縄市で、沖縄市の、はい、バー6というところで、はい、今週の日曜日、はい、夜8時オープンで夜8時半スタートですね。これも僕たまたまツイッターパッて開いたら2人のこのラーメン丸さんとこの孫君とのやり取りがあって、うん、すいませんこれ会場時間と開演時間逆になってますよとか。なんかオープン8時半なのにスタート8時って書いてる。客が来る前からやってる。前からやってる。もう全然分からなくて自分たちも気づかなくてすごいですね。ハラヘルズも2人で、絶倫はまあ3人かでも、はい、2人でやろうかと思ったんですけど、なんでよ、かわいそう。なんか2対2がなんかまあ、見た目的、はい、平等にだけどなんか本人に言ったんですよ、うん、ギターの人に、うん、木月さんに、うん、やっぱ2人でやりましょうねって言ったんですけど、やっぱなんかひどいことしたなと先々週ぐらいにやっぱ出ますかみたいな3人でやりましょうって気まずい。俺出ていいんだ。あけどそんぐらいの仲いいバンドなの。仲いいっす。はい、仲いいバンドです。今回このツーマンは誰企画ですか。誰きっかけなの。そうさんですね。なんかなんかやり一緒にやりたいなと思ってて、うん、ライブを、うん、でどうせだったらツーマンがいいかなと思って。うん、その時は一応2対2でやるつもりだったんで、そう、うん、自分たちも2人の時に見て、あそっかそっか、いいなと思ってたので、どうせやるならって思ってたんですけど、孫、うん、さんの優しさで3人で、うん、3対2で、はい、うん、この時はいっぱい曲やるんですか、絶倫さん。はい、11曲12ぐらい、おお、はい、全曲、おお、すごい、はい、だけ短いんで多分30分ないです、うん、12曲30分ってすごいですね。多分20分ぐらい、そうでしょ、いつもスタジオ入っても大体全曲通すとき大体25分ぐらいで終わる。かっこいいね、なんかそれちょっといいな、しびれますね。だけど多分バテるんで、うん、ライブの時めっちゃバテるんですよ、うん、なんか知らんけど、うん、で2曲目ぐらいでもう休みたい。序盤。今回はじゃあツーマンということで、はい、気合を入れてやるってわけですね、はいはい、ちなみにこのハラヘルズのラーメン丸さん的にはどうですか、今回のこのツーマンへ向けての、はい、最近まあライブもいろいろね続いてるじゃないですか。続いてたんですけど、うん、今年年内のライブ納めか、はい、うん、私ツーマンをやったことがないので、うん、あ、そうか、はい、うん、あと小座ってあんまり
やる機会がないので、うんうん、あのずっとあの見たいって言ってた人たちが来てくれる感じなので楽しみです。いいですね、はい、自分たちも多分ツーマン始めてかもしれないです。桃色とやってるのってやつだぞ。あ、忘れた。あれ割と最近しかも先月って10月31日むちゃくちゃだびっくりした。ちゃんとびっくりした。多分酔っ払ってたから記憶が薄れていて。そうくんダメだ。じゃあカズさん、あのイベントの詳細をこのツーマン詳細って言えますか。詳細、あのごめん紙には載ってないけど見ないとじゃあ記憶をたどってむちゃくちゃだよ。じゃあ自分が言います。場所、場所覚えてる、はい、ソン君。あ、次、じゃあお願いします。12月20日にあの沖縄市バーカーベニュー通りのバー6で、はい、ハラヘルズ VS 絶倫ゾンビズで、うん、ツーマンライブをやります。はい、でオープンが8時でスタートが8時半で、はい、やります。で、あのちゃんと打ち上げに、打ち上げがあるんですけど、打ち上げであの燻製料理をメインに出すんで、もう、はい、ちょっとツーマンライブ、もうあの自分自作で作ったんですよ、燻製機を。燻製機、はい、えらい。あ、燻製機を作ったの。あのダンボール、あのえなんかありますね、最近よく長野、先月長野行ったんですけど、うんうん、そこでなんか燻製料理出してもらって、うん、めちゃくちゃ甘くて、うん、もう絶対沖縄帰ったら作りますって言って、うん、もうすぐ帰ってすぐスモークウッド買いに行ってうん、うん、家で家やってみた。はい、あので怒られたんです、あの洗濯を芝でやって、うん、あの大家さん、はい、それは一番やってはいけないことです。で次やるときはもうカズさんの家で、はい、駐車場で、はい駐車場やったらね。駐車場。ツーマンライブの話だったのに燻製ライブの話になっちまった。打ち上げがあるってことでね、はいはい、ちなみに入場料は、あ、チャージが500円でワンドリンク、安いですね、はい、ワンドリンク別でやってます、はい、もうじゃあ500円で入っていっぱい飲んでと、はい、で燻製まで最後まで楽しんでいってくださいってことですね、はい、そうですね、はい、で会場でも絶倫ゾンビズのこの CD ももちろん売るんでしょ。あ、そうです。 CD もあの500円で販売して、その日にあの T シャツも作ったんで、うん、そっか、さっき言ってたけど、はい、革ジャンは背中についてるこの、はい、革ジャンはないですね。革ジャンはないんですけどそっか、はい、1500円で販売してるんで、はい、秒付きの T シャツは、秒付きの T シャツもう怪我するんでつけられないですで、あれ、あれでしょ、しかも CD がもう手持ちが少なくなってきてるんですよ。残り30枚ぐらいですね。あら、これはすごいですよ。300枚吸って100枚は流通で今、はい、店とかに回ってて、はい、で手持ちの200枚がもう残り数枚、はい、今もうすごいです。大人気の絶倫ゾンビーズなんでね、うん、こうぜひね、あのさっき1曲聴いてもらったけど、全曲通してやっぱ聴いてもらいたいので、この、はい、このパワーある、はい、この本当にこの今こんなに綺麗に音が整えられる中、はい、この絶倫ゾンビズのこの荒々しい音っていうのは本当にこの、なんていうの、 CD 自体がもうパンクなんで、はい、ぜひともね、はい、僕のパンクキッズに聴いてもらいたいと思ってますよ。そうですね、お願いします、はい、じゃあの最後に一言ずつこのイベントに対してというか、はい、まあ、今年を総括してもいいですし、はい、もう今年、あ、自分からじゃあ、はい、じゃあソン君お願いします。今年入ってもういろんなイベントに出れて、あのオットランドから始まったんですけど、うん、それでもう本当に今年充実した1年だったんですけど、やっぱまあなんていうんですか、今週でもっと気を引き締めてツーマンでいいライブできるようにしたいと思うんで、うん、20日はバー6によろしくお願いします。ありがとうございます。ベースボーカルソン君、はい、次カズさん。どうしようかな、じゃあ、うん、一応あの今年最後か、最後ではないですね、はい、じゃあでもツーマンだからね、ビッグイベントですよね、ツーマン久しぶりなんで、うん、楽しんでいきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ドラムボーカルカズさん、はい、ありがとうございましたね今日は。じゃあ最後にこのさっきもちょっと話に出た、はい、お二人が大好きなザ・インランパブリックスの曲をガツッと聴いて、はいはい、ゲストコーナーは終了ということで、はい、じゃあ曲紹介お願いします。
インランパブリックスでお前の部屋。本日のゲストは絶倫ゾンビズのお二人でした。ありがとうございました。お届けした曲はザ・インランパブリックスでお前の部屋でした。
のロックオンミュージック。はい、 PM エージェンシーのイベント情報です。はい、明日金曜日桜坂セントラルで、はい、ザ・バースデーのイベントがもういよいよ明日ですよ。僕ずっと楽しみにしてきたイベントがいよいよ明日あります。ザ・バースデーも今年で10年目を迎えて、でまたすごくこのメンバーの結束感というか、それがすごい音に出てるいいアルバムを出して、で沖縄まではるばるやってきてくれるということで、はい、やっぱこの10年目っていうこの節目で、僕もあのフッカーズってバンド解散だったので、はい、やっぱそれを乗り越えてからのアルバムでライブっていうところで、なんか凄まじいもんが見れるんじゃないかなと、明日はすごく楽しみにしておりますのでね、はい、で、まあ、今日の0時回るとちょっと前売りチケットなくなるんですけれども、ギリギリまでローソンとファミリーマートで売ってますんでね、ぜひぜひ迷ってる方はコンビニに走ってください。12月18日金曜日、桜坂セントラルで、会場18時半開演19時、ザ・バースでの公演があります。ぜひぜひよろしくお願いします。以上 PM エージェンシーイベント情報でした。ひとり土なりのロックオンミュージック。ひゃいひゃいひゃい、はい、ということでエンディングですけれどもね、はい、なんかすっごいものが過ぎ去っていったような感じがしますね。絶倫ゾンビですね。はい、やっぱりなんか、人がすごくパンチがあるというか、そうですね、人がいいからみんないろんな人が協力したり、寄ってきて面白いものができていくんだなと改めて思いましたね。はい、今週日曜日バーシックスですね。アラヘルさんも、今年最後か、最後のライブをね、俺もちょっと仕事で行けないんですから、これあのリスナーの皆さんぜひ行って、ね、次回のロックオンミュージックの時にどんなだったか感想メールをいただけたらなと思います。遊びに来てください。はい、メールアドレスはこちらです。797@fmginowan.com までお待ちしております。懸命に一人土なり宛てと明記してください。はい、ありがとうございます。で、はい、あれでしょ、来週はジョジョもクリスマスライブがあるんでしょ、ね、那覇で。はい、来週は、那覇市若狭にありますペコスというお店で、オープン7時の8時スタートで、クリスマスライブやります。チャージ2000円、ギターボイス&ギターデュオ長子さんとツーマンでやりますので、ぜひぜひお近くの方、遠くの方も遊びに来てください。ちなみに、僕はクリスマスソングだけしかやりません。あ、そうなの。毎年これやってるんですよ。クリスマスソング縛りで一夜をムーディーに、ね、ジョジョのサックスが奏でる、やりますよ。はい、はい、そしてあの一人土なり的には、まあ、12月30日ですね、またバンドの編成で、やりましょうね。はい、ちょっとまたいろいろ前回とも曲順変えたりとかして、いろいろちょっとアレンジ変えたりとかして、これも結構かなり楽しみですね、メンバー的にもね。そうね、座右、メカルジン、吉村隆、そして海野、5バンドですか。もうみんなイケイケですね。ほんで一人土なり一番手に出演しますんでね、最初から最後まで入れる人はゆっくりゆっくり大晦日イブで楽しんでもらいたいと思います。なんかありますかね。あとは、まあ、今年の、そう、今年はごめんね、来週で、ちなみにロックオンミュージック、今年最後なんで、そうですよ、来週クリスマスイブですけれどもね、ぜひラジオ聴ける環境にいる方はぜひ聴いてもらいたいなと思ってます。ですね。あの、下田くんが出るんです。大晦日アウトプットで。クリスマスイブの下田さん。ね、下田くん。プレゼントです。もうインディーズ界では超有名人の下田くんと、で、DJ の周平斗くんが2人で、来てやるっていうことなんでね、はい、やっぱ何か、あ、いや、下田さんはやっぱり来週ここで何か聞けるのかなっていう今期待が、もうね、下田くんに関してはね、もう読めないので1秒先もでもいい人です、ね、そう、俺下田くんは結局めっちゃ紳士ですね、なんだかんだ言って紳士を感じるんで、なんか変なこと言ったりやったりしても
何か紳士的だなと思うところが常に僕は感じていて、なんかいやらしさがないというか、正直なんだなっていうのがありますけどね、はい、いやどうなることやら来所でも来たらね、はい、もうボコボコにしてやろうと思って周平君と一緒に下田君ボコボコにしてクリスマスイブですからね下田君男泣きとかねやってくれたら面白いなと思います。あとあのロックオンミュージックなんですけれども、はい、来年から、はい、第2週の木曜日は空間日和さんに、はいはい、先週ちょっと告知したんですけれどもね、はい、ちょっと第2週だけは空間日和に1時間ちょっと担当してもらおうかなと、はい、思っておりますので、また彼らもあのポッドキャストでね、うん、20分月に2回更新でだいたいやってて、20分間3人でおしゃべりしてるポッドキャストやってて、うん、それがもう最近アップされたのがもう60回目だったんで、すごいですね、うん、まあ、3人でおしゃべり1時間生放送でやったらちょっと面白いんじゃないかなと思って、うん、ちょっと1週だけ渡そうかなと思っております、はいはい、あとはあれかな、来年のもうこれ言っていいのかわからないですけどね、あの1週目1月7日は、はい、アルベルト白馬さんがゲストに来るので、ビッグですね、急に急にすごいの。でもアルベルトさんが、え、僕たちだってインディーズだよってさらっと言ったのが、かっこいい、俺はかっこいいなと思って、そう、インディーズバンドとかが出るような番組ですけど大丈夫ですか、うん、ってなんかそういうことをねさらっと、やっぱりスターは違うなとちょっと思いましたね。新しいアルバムを引っ提げてって感じですね。あ、そうそう、ミニアルバムね、うん、出したばっかりのカリエンテ、あれこれもねすごいやっぱりルーツミュージックが詰まってて、さすがだなっていう作品なんでね、うん、ぜひ多くの人に聴いてもらいたいなと思っておりますよ、うん、はい、じゃあ最後、はい、今日のエンディングテーマはですね、孫くん、さっき来てたあの孫くん、カズくんの絶倫ゾンビーズのアルバムを出した、はい、チャンネル6のユウくんがやってるバンド、うん、あるか知るかの曲を聴いてお別れしましょう、はい、これもねかっこいい音源なんですよね、あるかカタカナであるか知るかっていうバンドなんでね、うん、ぜひぜひ皆さんちょっと検索してみてください。沖縄あるか知るかとかで多分出てくると思います、うん、それでは最後の曲です、あるか知るかでサプライエティソング。君は見失いが、君は人を殺したことがないだろう、人殺しの気持ちなんてわかるとないんだ、人々の気持ちなんてわかるはずもない、俺は君じゃないし君も俺になれない、俺の気持ちなんてわからなくて当たり前だ、君は俺じゃないし誰も君になれない、だから君のこと教えておくれよ、お届けしている曲はあるか知るかでサプライエティソング。この番組は PM エージェンシースタジオ G の協力でお送りいたしました。12月20日日曜日はフラヘルズと絶倫ゾンビーズのツーマン遊びに来てください。みんな来てね。いやいやいや。